八代あかねです。今日ご紹介するのはこちら、じゃーん、シルバニアファミリー森のおうちくじ、イエーイ。以前森のおうちくじ動画にしたことがあるんですけれども、今回くじのラインナップが新しくなったので、またまた引いてまいりました。今回の森のおうちくじは1回600円になっていて、1回券につき6回まで引ける感じになっておりました。今回私は2回レジに並んで12回引いてきたので、早速結果を見ていきたいと思います。まず今回用意されていた賞のラインナップなんですけれども、特賞がこちら。店舗によってどれが当たるか違うみたいなんですけれども、私が行ったお店では特賞はシルバニアブティックのおすすめセットでございました。そして A 賞がこちら。今回 A 賞はどっちか好きな方を選べるということでね、この森の木の学校が欲しいなと思って狙っておりました。さあ、そして B 賞が街のおしゃれなマイルームでございます。さあ、そして C 賞がライオンサンタのクリスマスセット、そして D 賞がくじでしかゲットできない赤ちゃんアクアパレードのペアセット2種類ですね。そして画像がなくて申し訳ないんですけれども、 E 賞が赤ちゃんと手押し車のセットになっておりました。さあ、それでは12回引いてきたんで何が当たったか早速見ていきましょう。で、今回くじを引くともらえる特典がありまして、それがこちら、じゃん。3000円以上引くと一つこちらクリスマスベルの赤ちゃん島猫をいただくことができました。私は6回を2セット引いているので2ついただくことができました。で、くじ2回引くごとに1枚このクリスマスのポストカードがもらえるよということで、これ柄全部一緒なんですけれども、とてもね可愛らしいポストカードになっております。裏はこんな感じですね。本当に普通にポストカードとして出せるものになっております。宣伝とかじゃなくてね、可愛いですね。まずくじの当たったものを紹介する前にこちら1個開けてみましょう。めっちゃ可愛いですね。固めのフェルトの着ぐるみを着ている島猫の赤ちゃんになります。一番てっぺんに大きなリボンとモミの木の葉っぱですかね、これもフェルトでできています。着ぐるみになってます。かわいいですね。ハロウィンの時にお化けの着ぐるみが配られてたと思うんですけれども、あれはね、着ぐるみのみのプレゼントだったので、今回この島猫の赤ちゃんもついてくるのでね、とてもいいなと思いました。脱がすと普通に島猫の赤ちゃんですね。でも立ち姿だからいいですね。さあ、それではお待たせいたしました。早速何が当たったか見ていきましょう。まず私が当たったのはこちら。はい。というわけで、こちら、E 賞の赤ちゃん&手押し車セット、計8個になります。なんとですね、6回を2セット引いたんですけど、なんと、最初の6回、全部 E 賞だったんです。めちゃくちゃ引きが悪かった。で、もうね、すごい悔しかったんで、もう1セットって思って、並び直して、で、まあ、引いたんですよ。で、2回目はね、この2個が出ました。いい賞。というわけで、全部で8個あります。まあ、ただ、今回すごいいい賞の赤ちゃんのラインナップが多くて、8種類か9種類ぐらいの赤ちゃんのラインナップがあったんですよ。で、それぞれ、こんな感じで、ハイハイ姿と座り姿が用意されていて、いい賞が当たると、これのどっちか1個がもらえるよっていう形になってました。まあ、なのでね、めちゃくちゃ種類が多かったので、こんだけいい賞引いちゃったんですけど、いろんな種類のね、赤ちゃんもらうことができました。私はとりあえずハイハイと座り姿は偶数個出てくれたので、全部ペアでもらってきました。パンダと、チワワとクルミリスと、あとメイプル猫の赤ちゃん、それぞれペアでもらってまいりました。で、手押し車は全部形は一緒で色がそれぞれ違うよっていう感じですね。1個開けてみると、この手押し車の方はね、こんな感じでかなり簡素な作りになっております。今回の手押し車はタイヤすら動かない、本当に置物な感じなので、まあちょっとねチャチーかなっていう感じはしますね、正直。ただみんなこの車に乗っ
っけてバーって並べられてたらそれはそれでちょっといいかなっていうのと、まあ、あと単色なんで自分でペイントとかしてもいいかもしれませんね。シールとかつけてみたり。さあそれでは続きまして、何が当たったか、テレ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 バン、D 賞の赤ちゃんアクアパレードペアセットが2つ出たので1個ずつもらってきました。ピンクの魚、黄色のカニと、あと緑の魚とオレンジのカニということで、まあ、魚とカニのセットの色違いってことなんですね。これはね、くじじゃないともらえないセットって確か言われたので、レア度が高いと思います。出してみるとこんな感じですね。この着ぐるみ部分はやっぱり固めのフェルトでできていて、これはチワワの赤ちゃんかな、スポットかぶってる感じですね。このフェルト結構色移りするものもあると思うので、気になる方はね、脱がしといてあげた方がいいかもしれないです。跡もついたりしますしね。これの色違いですね。動物も違うのかな、いや一緒ですね。赤ちゃんも両方ともチワワとメープル猫の赤ちゃんなので、当たった方はお好きな色のペアを選ぶっていう感じですね。さあ残るは大物の賞だけになりました。特賞 A 賞 B 賞 C 賞、どれも豪華セットの上位賞でございます。さあ果たして何が当たったのか、残り2個です。いきます。ダラ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 バン。はい、というわけで今回は C 賞と B 賞が当たりました。私の前の前ぐらいに並んでた方が A 賞をかっさらっていきましたでもね、これを一番狙っていたのですごく嬉しかったですね。はい、というわけで先にこちら B 賞の方ですね。海外版の街のおしゃれなマイルームセットということで、英語だとデザイナーストゥディオって書いてありますね。このうさぎさんはデザイナーさんなんでしょうか。結構ね、この外観が以前ご紹介しているブティックとも合う、まあ、同じタウンシリーズなのでね、一緒に遊べそうだなと思ってこれも密かに狙っておりました。で今回なんかこのソファーの小物が色移りしてる可能性があるということで、交換用のソファーというものもいただきました。くじの景品にしては至れり尽くせりな感じで、すごくありがたいですよね。さあというわけで開けてみると、はい、開けてきました。すごいかっこいいお家ですね。でこのソファーなんですけど、こういう風にカバンと帽子がこのソファーの上にもともと置いてある形になっているんですが、これ多分熱でね、プラスチックなので溶けて、こんな感じで、ま、色移りというか溶けたプラスチックがこのソファーに残っちゃってるっていう現象が確かに起きてますね。これ多分ほとんどのセットで起こってるんだと思います。なのでね、交換用のソファーをセットで付けてくれております。ありがたいですね。さあそしてテーブルと、なんとケーキとティーカップのセットもついてきました。このテーブルもね、ただのテーブルじゃなくて、こうやってちゃんと模様が彫られてるかっこいい形のテーブルで、とても素敵です。そしてこのセットにはショコラウサギのお姉さんかながついておりました。このドレスもね、すごく可愛いですね。紫とピンクのドレスになっていて、この綺麗なビジューもついてますね。レースもしっかり使われていて、とても可愛いドレスになっております。で毎度おなじみ絵本とガイドブック入ってました。でこのセット、もうこの扉がすごいかっちょいいですよね。しっかりと開きます。この壁も一面に模様がしっかり描かれていて、とてもおしゃれな外観になっております。窓が白枠で、もうすべてのデコルテが素敵ですよね。横もね、しっかりと惜しみなくデザインされております。で中がこんな感じ。床にもちゃんとエンボス加工が入っていて、
空間的にはね、全然広くはないんですけど、それでもね、こうサロン的な感じですよね。まあ、こんな感じでね、家具置くと扉と喧嘩するんですけど、ディスプレイとしてはとても素敵で可愛い感じになりますね。これをブティックと一緒につなげたら、ブティックサロンみたいな感じになっていいなって思いました。まあ、なのでね、他のタウンシリーズね、持ってる方はね、つなげて遊べるちょうどいいセットかなと思います。ちなみに、このついてきた帽子とバッグは持たせるとこんな感じですね。この帽子、耳が入るように穴が開いているのが面白いですね。かわいい。さあ、それでは最後はこちら、新商になります。ライオンサンタのクリスマスセットですね。もう、そろそろクリスマスということで、今回もらえるノベルティもね、クリスマスの子でしたし、ポストカードもクリスマスだったのでね、景品の中にこのクリスマスセットを入れてくれてるのはすごく嬉しいなと思いました。これリミテッドセットって書いてありますね。めちゃくちゃ嬉しかったです。さあ、それでは開けていきましょう。このパッケージもね、もうしっかりクリスマス仕様になってますね。あー、もうすごい可愛い。こんなね、映える感じにセットアップしてみたいですね。お、ハッピーホリデイズって書いてあります。これはね、プレゼントとしてもすごいいいと思います。玄関とかに飾っとくだけでも一気にクリスマス感出ますよね。これは何だろう？なんか切手みたいな、ステッカーみたいなものが入っておりました。めちゃくちゃ可愛いですね。はい、セット外してきました。すごい、ドールが2つもついてるの豪華ですね。ライオンさんと、あと、エルフの格好をした、これはコライオンですかね。可愛い赤ちゃんライオンです。エルフのお洋服すごい、しっかりしてますね。可愛い。真ん中に大きいポンポンがついてる。首もちゃんと動きます。帽子も可愛いですね。ライオンさんの方はもうしっかりサンタさんっていう格好をしております。尻尾も出てて可愛い。すごいいいセットですね、これ。めちゃくちゃ好きです。そして、プレゼントボックスがついていて、ここにもついてますね、プレゼントボックス。他にも実際にプレゼントになりそうなお人形とか、クリスマスツリーとか、車のおもちゃとか、輪投げとか、いろんなおもちゃがついてきています。すごい豪華なセットですね。で、このソリですよ。すごくよくできています。あ、ちょっと木っぽい感じに塗られてる気がする。胴体の部分はプラスチックなんですけど、なんかこの下の部分の質感がちょっと違います。塗りの質感？ザラザラしてますね。あ、すごい。あ、かわいいですね。前がリボンになっていて。で、これ3段になってるのでね、前にサンタさん乗っけて、後ろに小サンタ乗っけることもできますし、こうやって二人で乗っけることもできますし、サンタさんは別に立っててもらって、小サンタが前に座って、後ろにね、プレゼントをたくさん積むこともできます。これはもう、このセットをこんな感じで玄関に飾ってるだけで、一気に玄関クリスマスですよ。すごく素敵なセットだと思います。私はこのくじが始まった11月12日にこれ撮影しているんですけれども、ちょっとね、編集や他の動画を出す関係で、この動画をお届けしている頃は時間が経ってしまってるかもしれないんですけれども、特にいつからいつまでみたいな感じで期間が決まってるわけじゃなくて、亡くなり次第終了みたいな感じなのと、あと森のお家ではね、一番上の特賞以外の賞は、全部同じ賞らしいので、ぜひね、見つけたら挑戦してみてください。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。See you!